満員御礼となりました今日の名古屋ドーム。さあ今日の放送席ご紹介しましょう。今日の解説はミスター赤ヘルこと山本浩二さん、ミスタータイガース掛布雅之さん、そして昭和の怪物江川卓さんのお三方でお送りしていきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあバッターボックスに向かう秋山、今日試合前の特打ちでいい調子でバッティングをしていました。1回の表ホークスの攻撃、名古屋ドームじっと戦況を見つめるファン、打ち上げた高く上がったボールはレフト、強打になりそうです。ヒットです。これはいけません。今日はコントロールがもう一つですね。そのせいかたまに奥に行ったストライクがあるんですよ。これ危ないですよ。バッターボックスは2番の村松。さて村松、ひと月に5個ずつ盗塁を決めてやるん。走りました秋山、初球を打っていった。これはどうか、ボールはライト線に抜けていく。秋山三塁へ、ホームに投げた。ドラゴンズここは絶対絶命のピンチ。このバッターは恐ろしいバッターですね。はい、初球から打っていくと言われても打てるバッターさんはいないんですよ。おバッターの方がバッテリーよりも気持ちが上だったってことですね。なるほど。バッターボックスはニエです。山本さん、バッターが狙って打つ場合はどういった風にボールを絞っていくんでしょうか。これはファウルです。ファウル。ホークス1回の表チャンスです。ここはどういうバッティングですか。ここはもう自分のバッティングに徹することでいいと思います。ここはカード真正面、ゴメスさばいてホームに投げた。三塁ランナーホームに突っ込む、クロスプレー、アウト、ワンアウトです。バッターは小久保。バッティングコーチに言わせると彼は何がすごいかといえば、今日は高めの球を初球を打っていった。距離はどうだ、ぐんぐん伸びている、入るか、入った、入りました。山本さんどうですか、先ほどの一発は。これは大きなホームランですよ。流れが変わるぐらいの影響あります。1球目詰まった打球はにボールを送ります。城島二塁へ、城島ツーベースヒット。バッターは井口、スコアリングポジションにランナーを置いています。マウンド上の野口、セットポジションから投げました。初球を打っていった。距離はどうだ、ぐんぐん伸びている、入りました、ホームラン。井口出ましたね、ホームラン。はい、びっくりしました。そこまでボールが伸びるということ。打ち上げた、距離はどうだ、落ちた、ヒットだ。松中二塁へ、松中ツーベースヒット。バッターボックスに向かうのは柳田。山本さん、バッターとしてはどういう風にボールに。サード強襲、サードゴロ、松中三塁へ、ホーム、一塁に送球、セーフです。一塁塁審の手が大きく広がりました。山本さん、今のミスですが、ちょっとひどいミスですね。バックがこんなことをしているようじゃピッチャーたまったもんじゃないですよ。バックがちゃんと守ってあげないとピッチャーもリズムを崩してしまいます。2球目転がした、ピッチャーが取ってホームに投げた。さあチャンス到来ですね。この打席は重要ですね。これで流れが大きく影響します。初球打ち、6対0、三塁に投げた、三塁セーフ、ホームに送球、三塁に投げた、バックホーム、三塁に投げた、ホームに投げた、
二塁に投げた。ランナーにタッチしてアウト。三塁に投げた。さあ村松、チャンスで打順が回ってきました。そろそろ1本打ってスカッとしたいですねと言っていました。三塁、右中間に上がっている。距離はどうだ。落ちました。ヒット。村松タイムリー、タイに応えました。二塁ランナー三塁を蹴ってホームへ、バックホーム。そして二塁ランナーも帰ってきました。ホークス2点を追加。ヒットを打つ上ではいい打ち方をしていると思います。大振りをせずに二塁ランナー走った。おお、キャッチャー中村三塁に送球、セーフ。バッターボックスは今のところノーヒットの三重です。第2球投げました。インコース外れました。ボールが先行するようになりました。1回の表ホークスの攻撃、セットポジションからどうか。左に引っ張った。落ちました。ヒット。9対0。タイムリーヒットになりました。バッターボックスに向かうのは小久保。今日試合前の特打ちでいい調子でバッティングをしています。左に引っ張った。これは綺麗なヒット、三遊間を破りました。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、ホーム。三塁に投げた、セーフです。小久保シングルヒット。バッターボックスは城島。踏ん張れるか。マウンド上の野口。第1球どうか、外へ。1球外しました。踏ん張れるか。マウンド上の野口、セットポジションから投げました。左に引っ張った。距離はどうだ。レフト前に弾き返しました。ホームイン。小久保三塁へ、ホーム。三塁に投げた、セーフ。ホークス1点を追加しました。このバッターは非常にアウトコースのボールを見極めるのがうまいバッターですね。それに一発もあるバッターですから、ピッチャーすごく嫌な